ビアファッション。このコーナーはルーツを紐解く一品として業界の方にゲストとしてお越しいただくんですが、その方のルーツを紐解いていく上で欠かせない一品ですねというものを紹介していただくコーナーになります。今回はインテレプレの笹さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあご無沙汰します。大変ご無沙汰します。笹さんとは、ビームス時代にお付き合いをさせていただいて、まあ、今もそうか、コロニクロージングでもやっていただいてるんですけど、お仕事としても、はい、そうですね、あのエンメティですね、代表的なところでエンメティの代理店をされていらっしゃると。はい、エンメティ込めたイタリアブランドの代理店、インテレプレの笹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらのコーナーこれで3回目ということなんですけど、はい、皆さん来ていただいたゲストに、はい、ルーツとなる一品を紹介していただいて思います。はい、今回笹さんのルーツとなる、はい、はい、紹介していただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今回笹さんに持ってきていただいた一品はこちらですかね。はい、インバーティアのダッフルコートなんですが、おお、こちらはあの私が今仕事をしている、はい、あのエンメティ、あの今来ていただいている、はい、あのレザーブランドとは全く正反対のものなんですけども、うん、あと私が、10年以上前なんですけども、はい、チップスという洋服屋さんで仕事をさせていただいている時に、はい、ある、まあ、先輩に出会いまして、うん、ちょっと残念ながらその方も亡くなってしまっているんですけども、はい、その方に、まあ、親から子に、代々引き継ぐような、うん、そのファッションの文化を、はい、常々、ね、あの教えてもらいながら、その方から譲っていただいたこの一着のコートが、今こうしてあのレザーの、今売らせていただいているブランドエンメティにもすごく影響をあの及ぼしているので、今日ちょっと、はい、あのさせていただきました。何十年着れるものっていう価値観をあのこの先あの味わっていただけたらなというところで、あの私がこういう80年代のコートを、あの決してあのヴィンテージコレクターではないんですけども、はい、あのこういったものをずっと長く、まあ、本当に10年前スリムなあのファッションの時に本当に細くあの修理してしまおうかと何度も考えましたが、こらえまして、あの当時のたっぷりしたあのシルエットのまま、そうすると今なぜかあのゆったりしたシルエットにまた流れが来たりとか、あのしたりする中で、はい、あのやはり何もいじらずに昔のそのオリジナルのものを長く着ていった結果、あのやはり味わう満足というものもあのこういった一品で味わっているので、今回この一品にさせていただきました。はい、今日持ってきていただいているインバーティアって、はい、エルメスの使ってた、はい、あの生地なんですね。そうですね、あのマーブルック社 の、うん、あのヘリンボを使っているものですので、この着丈もう100センチぐらいある着丈で、このたっぷりしたサイジングでも着て非常に重くない、でもちろん持った時にも軽いというところが、やっぱりそのトップクラスのブランドさんの、支持もされているあのゆえんなのかなと思っております。でもちろん何十年着ても全く廃れないといいますか、はい、非常にあの生地も強く、はい、今もう普通に冬着ております。もうある種洋服を超えた名品的なもの、価値のあるというか、はい、ものですよね。例えばもう今再現しようとしてもできないって言われたりとか、そのどこかでこう途絶えてしまうものって必ずあるじゃないですか、はい、このムーブルック社製のこの生地を、ね、使っているこのインバーティアっていうのは、はい、あの今ジョシュア・エリスがそうですね、あのその食器を使って、はい、これに近しいものというか、まあ、かなり近いものなのかなと思うんですけど、はい、再現してるけど
本当に当時を知っている人はやっぱりちょっと違うとか。そうですね、かなりの微差らしいんですけどまあ正直あの違いを見せられても、そうですよね、はい、どっちだって言われるすごい微差と思うぐらいの微差ですが、はい、やっぱりそのすごくその専門性の高い方々にはすると違うということはやはり皆さんおっしゃるので、はい、それはもうこれからも引き継いでいきたいなと、この一着を引き継いでいきたいなと思っております。笹さんと僕年が結構近いじゃないですか。そうですね、でも僕44なので、そうですね、僕35、9なんで、うん、5個か、はい、で世代的にまだ本当にいいものとして言われてたものと、はい、今新しくどんどん出てきてるものと、どっちも触れてる世代というか、はい、だからそういうところでなくなっていっちゃうもので先輩たちが、はい、あれは良かったんだよねって言ってたもので触れなかったものとかたくさんあるじゃないですか。そうですね、なんかもうそういうのに、あ、もう本当触れたかった、触れたかったって思えるものの一個究極ですよね、はい、そうですね、私もそのシックスに勤めていた期間が、まあ、5年弱で、はい、ずっと洋服屋さんにいたわけではなくて、で、もともとは OEM の仕事をしたり、はい、イギリスブランドの輸入代理店にいたり、はい、まあ、小売側も製造側も輸入も、まあ、4、5年単位なんですけども、さまざまな場所に移させていただいた結果、はい、やはり高田さんのように長く洋服屋さんにいらっしゃった方に比べると、関わった先輩方々は圧倒的に少なくて、なのでそういった名品に出会う機会もやはり皆さんよりかは少ないと思う中で、まあ、こういったたまたま出会って、でもちろんその引き継がせていただいた方もすごく尊敬する方でしたので、すごく今でも感謝しながら着るたびに本当に思い出してしまう一品を、やはり今のエンメティという仕事にも気持ちは入ってやっているかなと思っております。そうですね、こういうのがあると、こういう名品がそばにあると、なんか次に自分たちがこういうものを生み出していきたいですよね。なんかもう なんだろう、なくなっちゃうものは絶対なくなっちゃいますし、はい、でも僕らって新しくまた生み出していかなきゃいけないじゃないですか、はい、でもそういう中でやっぱりこういう名品があると、なんか妥協できないというか。そうですね、はい、でまず先輩方々に妥協していただけないので、はい、そうですよね、はい、仕事としてはもう、そこはありきだと思うんですが、はい、やはりその古いものをずっと着続ける、まあちょっとヴィンテージコレクターさんだったり、リスペクトはしておりますが、はい、やはりそのファッションを皆さんに、多くの人に楽しんでいただく仕事だと思っていますので、やはり古いものを理解し勉強しながら、今どうやって格好つけていただくとか、満足していただくとかというのを日々こういった歴史も勉強しながら、今のあったものというものをやっぱり届けるのは仕事なのかなと思います。まさに温故知新ですね、はい、なるほど。笹さんも、はい、おそらくこのインバーティアのダッフル以外にも、はい、まあ、過去のものだけじゃないですけど、はい、例えばエンメティをやられてて、はい、これ名作だなとか、ご自身で作られたものもあると思いますし、はい、いろんなものをもちろんご覧になられてるわけじゃないですか、はい、でもあえてこれを選んだ決定的な理由みたいなのがあるんですか、はい、やはり名品という、まあ、歴史と名品というところもあるんですけども、はい、どうしても人の部分というところが、なるほど、すごく強い思いがありまして、それはもう亡くなってしまった大先輩ではあるんですが、うん、ただ今商売させていただいている、もちろん高田さんも含めて、はい、やはりその世の中デジタルの時代に急速に進んでいる中、やはりこの洋服文化というのは人とのコミュニケーションだったりとか、本当にも雑談で名品が生まれたりとかする世界だと僕は思っているので、そういった意味で
ハイブランドの、まあ、言葉あれですも下請けだったかもしれない、ハイブランドではないですけども、そういった気持ちのこもっているもの、人の通っているものというところが、やはり私の中で、一品になりました。もちろん、長く着てるんだけど、もちろん、はい。素晴らしいですね。そういう考えで、はい、今回の。物だけじゃなくて、はい、その、佐藤さんに譲ってくださった方の思いだったり、はい、そういったものも含めて、ダフルを選ばせていただきますということですね。はい、じゃあもうこれ絶対サスさんから息子さんに、そうですね、いいすね、断れなければいいですね、引き継ぎたいと思います。いや楽しみですね。いやありがとうございます。今日はこちらこそありがとうございます。はい、今日はいかがでしたでしょうか。サスさんにビンバーティアのダッフルコートをルーツの一品として紹介いただきました。ルーツの一品シリーズ、この前にも2回してますので、まだ見てない方はぜひ見ていただきたいのと、チャンネル登録、高評価、コメントもぜひお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。